タイイザ・メネセスは、ブラジルの女子バレーボール選手。リオデジャネイロ出身。ポジションは、ミドルブロッカー。ブラジル代表。ブラジル代表では、チーム最長身である。14歳の時にトティアカテニスクラブに入団し、バレーボールを始める。2005年にブラジルジュニア代表に選ばれて、同年世界ジュニア選手権に出場し優勝した。2006年、 ブラジル代表に選ばれて、パンアメリカン選手権に出場し優勝したが、同年世界選手権の代表からは外れた。2005年にレクソーナーデスに入団し、2005から06、06から07、07から8年にリーグ優勝をした。2007年にワールドカップに出場し準優勝した。2008年北京五輪に出場し、金メダルを獲得した。 2009年からブラジル代表のセンターのレギュラーとして活躍。グラチャン世界選手権では銀メダルを獲得。2011年のワールドグランプリでベストサーバー賞を獲得した。2012年のロンドンオリンピックでもチーム2連覇に貢献した。2013年のワールドグランプリファイナルにて完全優勝を果たし自身も大会 MVP とミドルブロッカー賞に輝いた。 2014年にイタリアで開催された世界選手権で銅メダルを獲得し、自身もベストミドルブロッカー賞を受賞した。2016年にタイで開催されたワールドグランプリでは2大会ぶりの優勝に貢献し、ベストミドルブロッカー部門2位となった。ありがとうございます。